ちょっと触ってみてください。結構ここのフィット感すごくないですか。顔ちっちゃく見えます、ね、ありがとうございます。はい、はい、カラー終わったんですけど、まあ今日も同じく時間が、毎度のことなんですが、毎日のことなんですけど、今日も時間がもうちょっとなくて、カットはしますが、まず説明します。どういうカットするかっていうと、今回ちょうどよくですね、モデルさん癖がちょっとありまして、絶対ですね、どうやったらよく見えるかっていうのは皆さんどう思うでしょうかね。僕は今からこの状態からすると、もうちょっとここのボリュームがあると小顔効果が出るし、ここの部分鉢がちょっと収まったらもっとよく見えるんじゃないかなっていうふうに思ってしまうんですね。じゃあそれをどうやったらいいのか、これを削げばいいのか、こういうふうに削いでいけばいいのか。でも削いでしまうと逆に短いけど起きてしまいますよね。で、この膨らんでる原因は何なのかなっていうのを、まず考える必要があるんですよね。で、この膨らみの原因っていうのは観察する必要があります。で、テイクセニングっていう裏技のカットの方法はあるんですけど、それはちょっと有料で流したので、ちょっと今回お見せができないんですよね。で、そのカットは今日は違う方法でちょっとやっていきたいと思います。で、まずくせ毛を抑える方法なんですけども、もうちょっとサクッとやっちゃいますね。まあ完全にこれ僕のやり方なんで合ってるかわからないんですけども、まずここを押さえたい、ここに、これはもう僕はもう見えてるんですけど、そのカットラインが見えるようになればすごく簡単です。で、状態になってるんで、そこをレイヤーに変えていきたいと思います。で、使うのはダイバルタンで、通常のシザーではほとんどできないかなと思うんで、このダイバルタンですね、うちので、これでちょっとやっていきます。で、お客さんのまずパートを聞いて、そのパートをどこですかっていう感じで聞きます。だいたい今モデルさんのパートがここなので、ちょっとやっていきますね。まずこちらからで、反対側にオーバーダイレクションさせますね。で、歯は、R の方が、こっち切る場合は戻した時に内巻きに入るようになるんで、こっち側で切ってます。こっち側の反る方ですね。で、これ気をつけないとダメなのは、表面の毛切っちゃう可能性があるんで、毛があるから膨らむんですよ。ということは、根元5センチぐらいのところから取っていく必要があるんですけども、反対側にシェイプしてもらって、出てこない時もあるんですよね、なかなかね。これ通常手段でやるとバツって切っちゃってめちゃめちゃ危険なので、トラブルになっちゃうっていうか、大変、すごい大変なことになっちゃうので、ちょっと気をつけてください。僕はもちろんこれよそ見してでもできるんで、これ10分ぐらいでカットはちょっと終わらせたいなと思います。まずここの、サイドチェンジをしながら、中のこの問題のですね、この毛たちを取っていきます。いいですか、ここを取っていくんですね。ただこの辺はあんまり、この下の方はそんなに障害ないと思うんで、鉢ぐらいなんですよ、やっぱりあるのが。で、鉢のあたりの毛を取ってあげると、すごい収まるんですね。要は重なりが良くなるんですよ。で、重なりが良くなれば膨らまないんですよ。なので、そこをこのダイバルタン使ってカットしていくことによって、
まあ、これダイバーター持ってる方は同じようにやっていただくといいと思うんですけど、これ結構、まあ、これだけでね、あのトリートメントカットっていう金額を取れますので、でこのまま、逆の方に、やっていきます。でね、だんだん多いところ見えてくるんですよね。まあ、慣れてきたらもうこのぐらいテンションかけちゃって頭皮に沿わした方が出てくるんで、ただこれは相当慣れないと、あの何人もこなしてからじゃないと危険なのでやめてください。そうしないとちょっとバツってここら辺切っちゃったら大変なあのクレームになってしまうんで、僕もちょっと保証できません。決して削いでるっていうわけではないんで、これ自体が曲がってる毛を切ってるだけなんですね。多分これ他で多分削ぎを結構入れられてる風なんで、美容室の方で毛先の方がもうペラペラの状態になっちゃってるから、毛先にはブランドで重さを出してあげて、まあ、よくあるパターンなんですけど、鉢を押さえて毛先をプラスするってことですね。足し算と引き算の繰り返しですね。まずここは今引き算で、毛先に関しては足し算でブラントで重さをプラスします。そうするとバランスがちょっと良くなります。で、これ分かりますかね、かなり、まあ、通りも良くなってるんですけど、まあ、毛先はねちょっとこれ削ぎが前多分入れてる削ぎで引っかかっちゃってるんですけどね、こういうところにこういうところが引っかかっちゃうんで、まあ、絶対こういう場合はね、あのレザーカットとかしない方がいいですね。でこういう感じに、そうこっちやってないもんです。こっちつるってなったら分かります。触ってみてください。結構サラサラになりますよね。これでもっとできるんですけど、時間の関係でなるべくやれるとこまではやりますが、あのまた今度ってください。そうキーがないんでね、これ結構で、反対側をオーバーダイレクション、まあオーバーダイレクションっていうよりは僕はサイドチェンジって呼んでるんですけど、サイドチェンジで、取っていきます。で、この辺毛先の方はねあんまりやる必要がないので、毛先の方は、まあ、軽くやるぐらいでいいかなと思います。あの薄くなっちゃうんでね。はい、で、次またですね、この時には、3センチぐらいのスライスを取ってやっていくといいかと思います。で、コームでやることによって、ちょっとコームで溶かした隙間からその膨らます原因の子たちが出てきてくれるん で、これ結構ね顔周りの方やってもかなり使えるんで、顔周りも若干バックに、オーバーダイレクションさせながらサイドチェンジで若干バック側ですね、サイドにそのまま行っちゃうとここら辺短くなっちゃうんで、少しバックにやりながら、切っていきます。はい、まあ、本当ね、いろんな100個ぐらいちょっとやり方がいろいろあって、まあ、全然今あの最近動画で見せてるのは多分一部だと思うんですけど、まあ、いろんな方法が実はあるんですね。なんで、もっとこれから動画とかで、まあ、皆さんの参考になればいいかなというふうに思っております。もうこのくらいのね、癖の感じになったら、ベースカットうんぬんっていう問題じゃなくなってくるので、ベースをきれいに切ったからどうだっていう問題ではないと思うんですね。いかにそれをプラスとマイナス、髪の毛量のプラスマイナスをうまく、割り当てられるかっていう部分だと思うので、で顔周りやると、顔周りのサイドチェンジやると小顔効果出せるんですね。これ実はこれちょっと難しいんですけど、顔周りやるとかなり小顔効果が出せます。なぜかっていうとフィットするからですね。顔にフィットして、上から乗っかってくるんでちょっと奥行きができます。大丈夫ですか、ここちょっとこれが引っかかっちゃうんで、ね、テーピングしてくれる。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、このリング、これ
これあのカーポって言ってあのギター弾くときに使うやつですね。見えてないけど、これとか使ってやるときあります。これ今指がちょうど怪我してるのでちょうどいいなと思って、カーポでやるときあります。これでカーポを使ってちょうどこのカーポの上ですね、これをよく使ってました。最近ちょっと使ってないんですけど、カーポをやるとテンションがかかって結構隙間から出てくれるんですよね。あとね、指結構切らなくていいんですよ、カーポ使うと。これでこのカーポの大きさもめちゃくちゃギター屋さんで悩んで自分の指に合う大きさを見つけました。プラスチックのがいいですね。あの金属のはちょっと重いですし、あのハサミと合わさっちゃった時にあまり良くないんで、プラスチックのカーポでも落とすと壊れちゃうので気をつけてください。カーポでイングラーを作りながらそのままサイドチェンジです。ちょっとミス、どうかな。あ、すごい。ちょっと触ってみてください。結構ここのフィット感すごくないですか。あ、顔ちっちゃく見えますね。ありがとうございます。はい。わかります？ここちょっとピタッとなって、ここがこうかと、あとここがピタッとなって、あと毛先を重さ出して、前髪を切ります。はい。今日はもうそのぐらいのカットになってしまうんですが、で毛先はね、あれ、はい、じゃあまあちょっとやります。巻きで、はい、重さを出したいです。プラスにしたいんで上を向いてもらいます。三つ襟の毛を前に持ってきて上にひねって、ちょっとごめんなさい、ちょっとあの電気を見せます。そしてこっちもですね。そして裏技のこれですね、首締めですね。これをやってさらにイングラを作り、下終わり、ちょっと今日はこれぐらい。あと前髪を切ります。前髪はちょっとなんだっけ、前髪をショーバレでいこう。ショーバレで切ります。前髪は肘を上げて上から持ってきてイングラに折って切ります。こんな感じ。でセンター切ったら指はこうですね、ちょっと指挟んでこうも置きながら、でこっちはこう目の上を短くしてあげるんで、ちょっとこうえぐる方ですね。でセンターはこう丸い方です。はい、こんな感じで前髪切れます。でこの時にやった方がいいのは、耳かけてこの横の毛がちゃんと大丈夫かっていうのを確認した方がいいですね。そうしないと縛った時変になっちゃうんで、結構触覚残したい人も絶対いるんで、残したい方は絶対切らない方がいいと思います。今日はちょっと今切っちゃいましたけど、これで、はい、カットはまあちょっとベーシックな感じなんですけど、これで終わっていきます。はい、こんな感じでですね、はい、まあここのバランスちょっと収まったのと毛先がプラスになって足せたってことですね。これによってバランスがちょっと良くなります。で前髪をちょっと厚くしたことによってここの量も減るんで前髪になるじゃないですか。なんでここの量もちょっと減ってスッキリするかなと思います。
はい、今日も、夜遅くまで撮影ありがとうございました。ありがとうございます。はい、すごい変身したかなと思います。はい、ですので、皆さんまた早任せのチャンネル、たくさんアップしますんで、参考になるように頑張りますのでよろしくお願いいたします。はい、今日どうでしたか。いや、すごい、いつも味わえないモデルみたいな感じで楽しかったです。ありがとうございます。はい、では皆さんまた、じゃあありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。どうも。